ジョージ・ハーバート・ヒッチングスは、アメリカ合衆国の薬理学者。特に科学療法の研究が評価され、ジェームス・ブラック、ガートルード・エリオンと共に、1988年に、薬物療法における重要な原理の発見により、ノーベル生理学・医学賞を受賞した。1905年、ワシントン州ホーキアムにて生まれ、カリフォルニア州バークリー、サンディエゴ、ワシントン州ベリンガム、 シアトルにて育つ。1923年、シアトル・フランクリン高等学校を自席で卒業し、ワシントン大学に進学3年の時に、ファイ・ベータカッパに入会、1927年に優秀な成績で科学の学位を取得している。卒業した年の夏、彼はサンファン島、フライデー・ハーバーにある大学のピュージット、サウンド・バイオロジカル・ステーションにて働く。 翌年、そこでの研究の成果に基づき、修士号が与えられた。その後、ハーバードメディカルスクールを卒業し、ハーバード大学で助手として働いた。1929年、アルファーキシグマに参加。1933年に PhD を得る。その後の10年間、彼は、ハーバードとケースウェスタン、リザーブ大学にて働く。1942年、 ウェルカム研究所にて働き始める。ここで彼は1944年からガートルード・エリオンと共に研究を行った。1967年、チャージ・オブ・リサーチ・オブ・ボロー・ウェルカムのバイス・プレジデントに就任。1974年、王立協会外国人会員選出。1976年にはサイエンティスト・エメリタスとなる。1998年に、 ノースカロライナ州、チャペルヒルにて死去。彼のチームの研究で開発された薬品としては、白血病治療薬の2、6ジアミノプリン、陽酸気候薬の P クロロフェノキシマイナス2、4ジアミノピリミジン等がある。ノーベル賞の自著伝によると、1940年代に開発を始めた薬として、マラリア治療薬のピリメタミン、白血病治療薬の6メルカプトプリン及び、 チオグアニン、通風治療薬のアロプリノール、臓器移植時に用いる、免疫抑制剤のアザチオプリン、細菌感染時用のコトリモキサゾールがあり、彼らの研究により、明らかになった知識により、ヘルペス感染時に用いるアシクロビルや、抗天性免疫不全症候群治療薬の、ジドブジンが開発されたとしている。ありがとうございます。